ジャーム・ダルメステテールは、フランスの作家、東洋学者、骨頭研究者。アルザスのシャトーイコールサランで、ユダヤ人の両親のもとに生まれた。ダルメステテールという姓は、一家がもともとダルムシュタットに住んでいたことに、由来している。ダルメステテールは、パリで教育を受け、ミシェル・ブレアルやアベル・ベルゲーニュの指導のもとで、オリエンタリズムへの関心を深め、しばらくの間は、全勢力を、 その研究のために投じるようになった。1875年、ゾロアスター教の根本教典であるアベスターの進学に関する論文を交換し、1877年には高等研究実習院のペルシア語教師となった。以降、エチュードイラネンを発表するなどを研究を続け、10年かけてアベスターとそれに付随する注釈書全土を管約し、これに自身による歴史や、 文献学からの注釈を施した全土アベスターをギメ東洋美術館の起用の一部として出版した。ダルメステテールはマックスミュラーの東方聖転送書に収められたアベスターの編集も行っている。ジャームダルメステテールの母碑、ダルメステテールは現存するアベスターのテキストは一般的に考えられているよりも相当に新しいものであると考え、最も古いものでも 紀元前一世紀、大部分は紀元三世紀に成立したものと捉えていた。1885年、ダルメステテールはコレージュとフランス教授に任じられ、翌1886年にアフガン人の民衆海洋の収集のためにインドへ派遣された。帰国後、収集された歌詞の翻訳は、アフガン語やその文学についての貴重な論考とともに出版された。 イギリス統治下のインドについてのダルメステテールの印象はレットル・シュール・エル・インデに綴られている。ダルメステテールはイングランドにも強い関心を抱いていたが、ほどなくして才能あるイングランド人、女性サッカーグネス・メアリ・フランシス・ロビンソンと知り合い、1888年に彼女の死をフランス語に翻訳した後、ほどなくして結婚した。 ダルメステテールが死去してから2年後、イングランドに関する優れたエッセイが移行として英語で出版された。この他、ダルメステテールの著作には、レマフディ・リュピ・レオリジンヌ・デエル、イスラーム・ジュスカノスジュール、レオリジンヌ・デラ・ポエシエ・ペソ、プロファッツ・ディ・イスラエルなど、東方関係のものがあり、さらに1883年以降は、アジア協会の年次報告書もダルメステテールが、 担当していた。パリ評論誌につながりができたのは、1894年10月10日に、ダルメステテールが病の軽い発作で倒れる直前のことであった。ダルメステテールの兄、アルセーヌ・ダルメステテールは優れた文献学者、知識人であった。ジャーナルエイジティック誌には、ジャーム・ダルメステテールの詩碑が掲載され、ザ・ロイヤル・エイジアティック・ソサイティーズ・ジャーナルには、 アンディ・コルディエによる追悼記事とダルメステテールの業績表が掲載された。また、ガストン・パリスの著作、ペンサー・スイ・ポイットには、ダルメステテールを取り上げた、ジェームズ・ダーミステ・テアという章がある。この総書で、アベスターは三巻本となっており、ダルメステテール編集の2巻にローレンス・ヘイワース、ミルズが編集を担当した第31巻を加えて、完結する。ありがとうございます。